I mean, I kind of understand why they don't, but I don't... I feel like the game should really allow you to use the geo board for free in places like this, where it's like, these are supposed to be Earth Pulse points, right? Because like, these are the places where the power would theoretically be overflowing. You'd have an easier time tapping into it or something. I guess it's easier not to, but I think it would have been a nice touch. And that's totally not me speaking as someone who wants to be surfing through this area instead of walking. Maybe I'm just nuts, but I don't think that these like big gaps or whatever in the map make for like really compelling reasons to keep you from using the geo board or whatever. They don't really feel like much of anything, I guess. Thank you.
There's really nothing going on in these dungeons. These guys are fast. Come on. ああ、こんな時だが、ライフセット。いいよ、な。お前なら、そう言ってくんで。は？ベルベットと一緒に風呂に入。何を言ってるんだよ。その、ここ。アイゼンまで？恥ずかしがることはない。人生にお前の覚悟の成果を。そうそう、確認。もう。なんだよ、もったいない。大人になったら無理な。だから僕は。ああ。二人とも。嬉しいからさ。意味わかんない。すまんすまん。おくろ。自分でありがとうよ。次はお前。おう、ライフセット。六郎、しぐれはどう出ると思う。小細工なんかしないさ。あいつは正面で待ち構えてるはずだ。We missed a chest on the way. Not really important.This looks promising. ハサミ撃ちの絶好の場所ですね。中の心配はない。
Seriously, guys? Give me a break. Come on. Crap, they never end. I really hate fast moving enemies. They're so frustrating. I just want to be able to run past everything. That's so much to ask. Shigure. Oi, oi. 本当に正面におったわ。六郎。大丈夫よ。Am I gonna have to 1v1 this?
大したやつだ。自分を刀に仕上がれたな。まあ、その刃は黒金の数百年そのものだ。黒金青鸞か、面白い。今はまだ黒金だ。青鸞とはゴーランを制する刀の名。俺がお前とゴーランを叩き切ってこいつを黒金青鸞にする。面白いな。待たせたな。気をつけて。おそらくこいつもカムイを使うわ。カムイだ。他人の力を借りる趣味はねえよ。タイマシがよう言うわ。猫精霊の力を借り取るじゃろうが。借りてねえよバーカ。そうよ、逆に私は頼まれてしぐれの霊力を抑え込んでいるのよ。抑え込むって、まさか。おうよ、修行のためさ。最初は指一本動かすにも苦労したが。メルジム、枷を外せ。これが人間の力だと。猫をかぶせておったか。人間やりゃできるんだよ。はい、アルトリウス用のとっておきだ。さすがだぜ。六郎、悪いけど手を出すわよ。あ、そうだ、全員でかかってこい。正々堂々なんて抜かせるほど俺の剣は甘かねえぞ。知ってるさ、嫌ってほどな。楽しもうぜ。おう、1013回目の勝だ。こまけえな、てめえは。負けた数だからな。だが、今日が。Holy crap. Immediately. どこにいても同じだ。ラガルス、現し。どうしたどうした。がっかりさせんなよ、ロクロ。俺にやらせろ。しまった、連なれシンク。連投何やってんの。
Dang it. Got paralyzed when I tried to dodge. Oh, I got a cheap. I'll let you have the moment, Rokuro. Taishita mon da na, omaera. Kanshin suru no wa hayai. Mada, ore no ken o misete inai. Omae no ken?そりゃ休んでる場合じゃねえな。しぐれ。手を出すんじゃねえぞ、ムルジム。
六郎、この人まだ力を。わかっている。こいつはシグレランゲツだからな。二刀でいいのか。確かめてみろ。命をかけて。そっちもな。I really enjoy fight sequences like this in cutscenes. Like, I think they're really cool. I just wish they didn't zoom in so much on them when they're like clashing. Because like, there's a really cool block in there, but it's really hard to see. Oh, snap! Okay, that's kind of lame. そうだ。シグレランゲツに勝つために鍛え上げた技だ。やるじゃねえか。Like, seriously? He brought out that sword just to do that one shot. There's no way. ゴーランを持ってけ。Come on, man. あとな。この猫は見逃してやってくれ。しぐれ。You gonna break the sword? しぐれ。あの上位打ちは。どの道を追んでてたさ。飼い犬暮らしにうんざりしてたんだ。難しいこと考えんな。切れたら嬉しい。切れなきゃ悔しい。切られれば死ぬ。そんだけのことだ。剣は単純で、だから面白い。ああ、面白いな。そんな風に笑えばいいわね。そうか。ベルベット。いいのね。いいさ。兄貴は俺が切った。Oh, snap. Oh, my God. Ooh, so close.
Dang, Rokuro, you didn't get anything out of it. Awesome, this is the last area. どうした？そうか。そうかって。なんだよ。だって。ああ、そのこ。どうしてそんな平気な。質問した。やっぱり。いや、そ、ゴーマだからじゃない。互いに本気で切り合う時の、あいつに勝ちたいのに、永遠に切り合っていたい。しぐれと。しぐれさん、少しわかるような気がし。それでいい。次は。心配いりませんよ。ん？あなたがしぐれ様にしたように。ああ、お前のそのよざく、ご先祖様の国のおかんみで。へえ、よし、その六郎こそ。ここに残ってると危なくなったら逃げるわ。しぐれには何よりこの人。そうなの？知らないのね。ずっと剣。ごめんなさい、お坊様。私は嫌い。そうか。変わったせい。どういたしまして。The blade too? ろくろ。しぐれ。別にかま。しぐれ。俺が。なんで。上位打ちの大義名分ゴーラン。しぐれの名。後悔してるの。まさか。それより。あの時なんでしぐれに。あの人。当然だ、最強六郎は。いや、兄貴に勝てれば。Alright, now we just have to face Melchior, right? No problem. ください。火山の火口で冷静な方がおかしいわい。吹き上がってくる地脈の流れを感じる。ここが地脈予点だ。おかしいぞ、メルキオールがいない。しぐれまで食らったか、最下の剣種。だが、タイマシでも四聖種の煮えたりうる魂は、シグレ、オスカ、テレサ、あとはわしくらいであろう。上からだ。奴は山頂か。三つの煮えでは三聖種しか目覚めず、カノヌシの力を封じることはできん。のみならず、一角を欠いた治水花粉は火口を巻き込んで暴発するだろう。 Why are you telling us this? 四聖種を同時に覚醒させたくば、わしの魂を奪いに来るがいい。どう思う、マギル？罠じゃな。メルキオルが得意とする攻撃は氷。ここでは地の利がないゆえ誘導したいんじゃろう。だが、あいつは長い間、聖主の復活を企んできた大魔師だ。そう、故に、すべて偽りと決めつけるのも危険じゃ。今更だけど、マギル、あんたはメルキオルの身内なのね。まったくもって今更じゃな。昔のわしの名は、マギラニカ・ルー・メイビン。メルキオルの養女で、破門された元弟子じゃよ。マギラニカ、血盤の特等大魔師。名を残しておったか。10年も前に破門したくせに。お前結構すごいやつだったんだな。別にすごくはない。
ベルベットとアルトリウスの関係と似たようなものじゃ。オンもオンもの。ベルベット、信じてくれとは言わん。じゃが、わしはあやつと決着を。どうでもいいわ、魔女の事情なんて。あたしは頂上に行く。いつも通り勝手にね。うむ、わしも勝手についていくぞ。いつも通りにな。チョロいぜ甘いぜチョロ甘ですね。暑いぜ寒いぜあじゃ冷たいぜ。何ぶつくさ。加工で暑いと根にも熱しやすくて冷めにくいんじゃよ。かえって大体暑くて寒いならあちゃ冷た。それではわしのニュアンスは伝わる。寒冷化で外側はキンキンに。そういう曖昧みーな。ほう、じゃああれはどうだ。うるさん。甘い卵焼きは弁当のおかずにならん。チョコレートかけレーズン、干しぶどうの存在そのものがい。仕方ない。それならピーチパイは。質問の前提がわからんわ。あんた自身大嫌いじゃなら。じゃからジジイをお主に食わせて血脈い。好きになれるといいわね、自分も。Wow. ベルベット、必ずめ。そうじゃなくてテレサとオスカーの。ああ、しぐれの力は。でもこの通りよ。うん、きっと慣れたのよ。慣れたん？僕が心を持って変わったみたいに悲しいことも。そうだよ。あとでキッシュつ。プディング。いいけど、あんた。そんなん。さ。うん。覚悟はいい。Come on.そこよ。
God, these guys are annoying. I really don't understand why this game forces you to, or why this game has enemies that run faster. It's actually frustrating. メルキオルの本性一言で影、うん、汚れなき心を持つまっすぐな誠意タイマシが汚れぬため、なるほ、清涼にいた頃は気づけます。だが世界を救うタイマシをさ、そりゃもう煮ても焼いても砕けんガチガチの氷山のようにの、あんな氷の心にはあ、もしかして紛る、そう、わしは時代の筆頭タイマシ、アルトリウスの影になるべくメルキオルに、ところが目論見は大、予定通りに言ってたらそうじゃなくてよかった。まあね、まったく出方が読め、それはそれで、あの方はジジイに同情し、いえそんなことは、お主が気に病むことはない、もっともわしは影、
頂上が見えた。メルキオルがいるなら。あそこね。気をつけ。あのジジイはシグレと違って正面からは来んぞ。私たちはズバッ2割そわしの術も今ある大魔師どもの術や技もわしが同時に3つの術を手の内は全て知られ力の差はじゃがわしらには不確定すぎる要素じゃがですね敵としてはこの上なくといってもあくまで正面からぶつかったばどう検討しても勝つアイゼン冷静な分析は悪いものじゃその冷静さこそ何より紛るまあの冷静に見転がっておるかfinally reach this guy, huh? About that. そこだ！加えつけ！そこだ！加えつけ！とどめ！しだらけよ！ゼロインパクト！そこよ！貫け力！引き返そう！空間！奪い！勝てない！
God, how many enemies do I fight there? That was a heck of a detour.
聖主は本来治水化風の自然を調和させ世界の秩序を維持する存在だ。お前たちはそんな四聖主が眠りについた理由を考えたことがあるか。さあね、興味ないわ。まさに貴様のような傲慢な存在こそが理由なのだ。四聖主の力、加護の力の源は純粋な人間たちの祈りだが、人々が汚れ祈りを忘れたせいで聖士たちは眠りについてしまった。人々の祈りが聖主の力、精霊と同じだ。カノ主が心を喰らうのも加護だっていうのか。第五の聖主カノ主は汚れごと人の心を喰らい尽くし無に返す役を担う。再び人に赤子のような清らかさをもたらし四聖主を復活させるためにな。心を無に返す？でもそれでは。そう、文明は滅び去る。汚れの拡大とカノムシによる精神浄化は太古から幾度も繰り返されてきた。それが人間の文明が何度も栄えては滅んだ理由だが、これではいつまでたっても進化はない。故に我ら聖霊がカノ主の力を制御し人の心を未来へと導かねばならないのだ。なるほど、カノ主の制御のために作った術がカムイか。そしてカムイの構築にはジークフリートに使われている技術が必要じゃったんじゃな。だからアイフリードを巻き込んだのか。Do we really need to spell this out? I feel like we figured this all out by now. どんなことにも犠牲は必要だ。我が身も同じ。人間の理想のための煮えだ。カムイ！させるか！違うぞ、アイゼン！言うたじゃろう、正面からはコント。チッ、一撃とはいかんか。 This is gonna be fun。 ひねくれ者が誰に似た、マギラにか。わしはわし、悪の大魔法使い、マギラじゃ。これよ、カゲスマル、つむぎるか、ロールの能力。Come on. What?伸びろ！強欲転職！そこよ！これ
Crap. Enough first gauge yet. Thank you.
Annoying old geezer. あと100歳若ければ。100歳？製薬で寿命を伸ばしておるんじゃよ。何百年もの。それが断りだって言うの？不自然な欲望でしょう。ふん。わしも何千回も同じことを言ったわ。わしなら自然のままに滅びるとな。だが、あやつと来たら、断りを乱すのも人なら、超えるのも人。断りを超えて願いを思う理想こそ人の力だ。先代人、クローディンの言葉か。奇弁ね。そう思うなら実行してみせてやろう。Oh my god. It's us. 今さら幻覚が通用すると。思ってはおらん。だが術を貯める時間は稼げた。火山を爆発させる気か？お前も死ぬぞ！最下の研修一位と相打ちなら上出来だ！それが断りだ！クローディンの理想が。おしさんよ、まこと感情は厄介じゃの。アニメカッチンタイム。Yeah, buddy.Seriously? I guess it wouldn't be a Tails game unless the final dungeon was a Sky Castle. I guess Nomenat ran away because the Four Imperials or whatever? なんだ今のは? Ran away to the sky? 目覚めたのだ。四聖主様が。We're free!もはや何時らの道具ではない。何が起こったんだ。 Oh dear. That's the correct response. I was expecting to get zero grade off that fight.
later played pretty poorly. 助かったわ、マギル。わしはわしの蹴りをつけ、じゃが、感謝するなら物で送る。前言。花を傷つけない。いい。あのクソジジイは草花が好き。それだけのことじゃ。心は自由になる。魔女でもの。生きる。四聖主は目覚めたのでしょ。さてな。その悪口聞かれたかもしれんぞ。うん。四人とも起きたよ。これで増幅されていた霊能力は低下し、多くの精霊の意志、大魔士どもの数は。エレノア、お前まで戦えなくなった。残念ながらまだ見えています。悪いゴーマも。わかるのね。感じるんだ。あいつの本体は地脈から出た。聖主の溝の上だ。けど、カノヌシは四聖主の。四聖主が押し負けたら、今度こそ。行くわよ。決着をつけに。うん。探索。キララウス火山、ひとまずメルキ真実をもって迫るのが四聖主の復活に、これまで幾万年もの年月を、すいずれは火山、人間からしてみれば、じゃが、まよよ、メルキ、あんたこだわるなら奴と戦う。それだ、分かった。メルキオルが個人的だが、ならばアイゼン、ああ自分で、ええ、僕はこれは実に、そのベルベットの言いたいこと分かります。その詳細、あっ、まあだどうなん、じゃあカノヌシの沈めの力が弱まったことで、おお、僕も実は、そもそもマギルーがこんな話、いい、そうか、なら私、うん、早く船、まったく、わしは桃カレギア風ボルシチには、地層獣、おかげ、ごめんね、けど、うわSo many skits, holy crap. おお、やっぱり、それが、このつ、まさ、まさか、壺を押すのは得意なんです。槍の石突きで、ご、ですから、少々痛いのはがん、ビー、ビー、楽になるけど。All right. ボスから言われてきたのよ。ちょうどいいわ。私もヘラビーサけど、星稜はヘラビーサの北方。第四種メイル賞の全員。当然でしょ。ちょうどいいから。そうね。ダイル。へへ。頼もしい。くせにはいい。とっとと行け。そこを行くタイマス様、この町にどうか、せいたとえ最下の剣手に動かないで、ど危なくなれば、テレサは、テレサのことが好きなら、
サイカやゴ前にさえひとまず町の住民確かええ、できれば私からせもちろん清涼訓練所時代彼ならおいこの町をめちゃくちゃもう現れてベルでもだから旅学校じゃ暑いよあの暑さにおかえり特等どもを倒したんだなええでもまだ同志と聖主が残ってるいよいよ最後の決戦だないいものが手に入ったからやるよリンゴ気休めだけどお守りだフォーチュンアップルっていう珍しいリンゴでさ幸運を呼ぶって言い伝えがあるんだフォーチュンアップル悪党の俺たちに必要なのは悪運の方じゃないのか死神なら間に合ってるぞいやそういうこと言うなよまあそれなりにありがたくもらっておくわリンゴは好きなのよ食べるなよ言われなくても食べられないそうか私の食らう力もカノヌシの力の一部だとしたらどうかした味見してみる幸運のリンゴダメだよお守りなんだからそうね生きる勇気をくれるお守りよ、うん、で最後の目的地は聖主の御座よゼクソン港へ向かうぞアイマンアイサカノヌシの沈めの地海賊少しか四千それはやめ四千会えたとこじゃのそうでもアルトリウスたちの道食べちゃダメだからねロクロア第四俺にぴったりそういうその島に出る鎧のゴムでも試験を使うのかおう何でもそのその島の花国中の職人が腕に撚りをかけて兵士たちの腕くるその島に出るゴーマ俺も技何ですか私だけ呼び出したりしてライフセットは一緒に見張りをするって言い出したけど無理に休ませました連戦の疲れがあるはずですからね助かったわあの子弱音を言わなすぎるから名付け親に似たんですよ似てないわよあの子の頑張りは希望だものいい風ねはい厳しくて悲しいけれどやっぱり世界は綺麗です果てしない海も南国の島も氷の大地も火を吹く山もそうねそしてそこには人間が生きてるこれがラフィーの旅を従ってあの子が海の向こうに何を見てたのかやっと分かったわエレノア一つだけあんたに頼みたいの私に何かあったらライフセットをお願いどうしたんですか突然クーマとカノヌシの力は本質的に同じものだから理論上は可能なはずうん断りじゃない私の中の憎しみとは別の心がこうしたいって言ってるのよ世界に希望を残したいってあなたまさか
ちょっとした弱音よ。万が一の時は頼むってこと。わかりました。ライフセットは私が責任を持って守ります。弱音につけ込みたいところですが、そうもいきません。死ぬまであなたの命令に従うのが私の誓約ですから。そういえばそうだったわね。あんたを任しといてよかったわ。神聖化はガーマの被害と引それも予定ど世話になった。行くぞ。神聖せない現実をか借り物の断り今が面だが分かっていそんなギリギリまで頑張ってもう分かってゴーマからなのにどういうことだよ。精霊術が使えなくなった理由はですが、たとえ精霊術がどうか落ち着あんたたち何ジロジロちょっとこっち来い。遠慮しておく。がたいいいくせにやめてください。ですが今は世界の混乱あんたそれでも不満があるだ卑骨のあるああああ挨拶どうにも声量も混乱だからこそ明るくてたすごくいいと思う。ガツンと漆黒漆黒おいおいは人を楽しませる俺ん中じゃその名もまんまブラックじゃあ漆黒から離れてみ確かにハッピースマイルキス幸せのはいはいもういい漆黒の翼記述団か思い切ったのありがとうよマギンブイってこういう時代っていうかマギンブイネクターも神水も手に口寂しくていろいろ神水を子供にあんそれは良いこれまでに貯めたかオーマのことそういうお店だよな頑張ってくださいありがとうよごめんなさいだよなに来ればあの町で清涼道あの町ゴーマもごめんなさい強盗やってもっと3壊れた道路本当にすっと輝くもうメニュー盗っとこの町には何かいいや女の子で濃厚なチョコをつどうせだからかってなってな山賊料理店見事に振られたるほっとけサイカの剣士そうねだが悲しい時こそそれが男って愉快な美味しいもの湧き出る水は日々苦しくとも私もそう対魔師が減自分たちでおうこんな風によもちろんというわけで
どんな料理を作る？それを決めれたこの店の他のお店と。お、子供。子供扱い。男のプラ。店のコンセプト。そんな大げさな話で。大人も子供も家族みんなで食べる場所なのに。食べに行くのに勇気がいる食堂。気が回らないこと。大丈夫さ。メニューを決めて。何かいいの？どっちもあの勇気。あ、くそ。ならばゆりかごから入れば。おお。Where am I supposed to go? Oops. That's not the right place. I need to go to Port 6.This way? Yep. いる。カノヌシは空の上だよ。空に何かある。 See it. Wow, buddy.I'm supposed to go up. Come on, dude.爆笑ゲーム始まった。
Ladder. お前たちがカノ主の領域から私それには及ばないわ。まだ邪魔する精霊がいるなら待ってくれ。ほとんど多くの精霊は本来はだからって事情は承知の上だ。だが仲間を守る自分の信じる道を進む。その通りだ。聖霊は霊力を操作する人と精霊の力を完全に融合することに成功した。その弓が。そう、我々はこの神器とカムイの技術を何のために。人と精霊の共存の。人と精霊。現在のカムイは人間が一方的に人と精霊が互いの意志。カムイはこの世界にあだなす強大な。この世界にあだ。いいわ、好きにすればいい。それも一つ忠告しておこう。この意味はわかる。ええ、未来のためにお前の。I'm not gonna go in now. It's too late for that. So I'm gonna call him here. And we're almost done. One or two more streams and we can get through this. Sounds good to me. Alright, guys. Thanks for watching. See you later.